これは僕が調整村に移住した話。僕は東京に住む大学4年生、つまり就活生。やりたいことは、なんだろう。私の考えとしては、各地域が街づくりを積極的に行い、地方が活気づけば日本全体の景気が良くなると信じております。大学で専攻していた地方創生に携われそうな企業を受けてはみたけど、簡単に決まるはずもなく、ふと目に入った企業理念。きっかけが未来を作る。意味はよくわからなかったけど、なぜかその言葉を見てワクワクした。きっかけが未来を作る。この言葉の意味を探しに、僕は調整村に行くことにしたのです。千葉県調整郡調整村。千葉県唯一の村。自然がとても豊かで、空気が澄んでいる。ここが今日から働く職場。季節や伝統、文化に触れられるアクティビティが多い、地域に根付いたグランピング施設だ。研修では様々な業務を先輩たちが丁寧に教えてくれた。どうしたらお客様が喜んでくれるか、どうすれば楽しんでもらえるのか。この仕事は楽しさや喜びを与えること。でも僕自身にこの仕事から与えられているものがあった。そうか、これがきっかけなんだ。今までは誰かのことを考えて行動することなんてなかった。人のことより自分。雑多な都会の街に飲み込まれそうな気がして、どこか行きづらかった。でもここでは違う。調整村で流れる穏やかで温かい時間、そんな時間の中で仕事をすることが、自分じゃない誰かを思うことが、こんなにも有意義で楽しいことなんだと知った。そして僕が本当にやりたかったことも。今日はありがとうございました。今日楽しかった。ありがとう。こちらこそありがとう。これは僕が調整村に移住した話だ。